の味の素スタジアムピッチ。後半スタートです。後半は右にエンド、緑のユニフォームがホームの東京ヴェルディ、そして左から右へと攻めていきます、白いユニフォームがアビスパ福岡です。右サイドで菅島呼んでましたが、ここは一旦田村へ、田村の前には渡辺います。遠目から入れていく、ドグラス・ビエラ落としてシュートだ、ブロック至近距離で岩下のブロックです。どちらも守備がいいというところはありますけれども、最後のところの、はい、もう少し崩したいというのは両チームあると思いますね。奈良から巻いていく、うん、堤のクリア、さすがもうダイレクトで狙っていきました。お、そしてこぼれてきてシュートきた、押し込んだカルロス・マルティネス、均衡を破れました。先制東京ヴェルディ。カルロス・マルティネス選手、こぼれ球への反応が一番早かったですよね。カルロス・マルティネス選手が素早く反応して落ち着いてシュートを決めましたね。はい、奈良がカットをして、そしてカルロス・マルティネス、チャンスですね。自分で運んでいきながらシュート巻いていく、うん、惜しくもポストの右でした。コースを狙ったシュートでした、カルロス・マルティネス。岩下にスライディング行ったところの股の間を狙った素晴らしいシュートだったんですけども、はい、少し外に外れしまいましたね。そうでしたね。ベウレ運んでいって、ここからうわー、こぼれた、ゴール止められませんでした。同点に追いついたアビスパ福岡。内田入れていく、ベウレ、うん、そしてここで試合終了の笛です。結局は勝ち点1を分け合った格好になりました。結局1対1引き分けという結果になりました。開幕からホームアウェー通じて負けなしは持続ということになりました。